ここでいいや。今日は驚かせてごめんね。でも女の子が借りてもいいんでしょ。今までいた？いえ、私は。へえ、意外。寂しい人はそこら中にいるのに。勘違いしないでね。あなたの仕事を否定する気はないの。ただ知っちゃったのに黙ってるのも変かなって。安心して、大学のみんなには言わない。伝えたいことは伝えたし、それなりに楽しかった。千鶴さん可愛いし、男の人は幸せだろうね。それじゃ。あなたはどう思ってるんですか？え？和也さんのこと。和也さん、私にも話してました。あなたは幸せにすると心に誓った人だったって。簡単には忘れられない人だって。その気持ち、ワンクリックでデリートするのはなんかちょっとチャラい気がして。ほんとクズだよな俺って。いつまでもくだらねえ未練引きずって。きっと今でもまだあなたは和也さんの心の中にいる。あなたは？え？あなたはカズ君のことどう思ってるの？どうって？だって1年だよ。1年も彼女のふりするなんて、会社は知ってるの？レンタル彼女やってる間に相手を好きになっちゃったりしないのかなって。絵師です。え？和也さんは私の彼氏です。へえ、素敵な逃げ方があるのね。それもマニュアル？何か理由があるんだろうし、それを邪魔する気はさらさらないの。でもあなたも女だし、そういうこともあるのかなって思っただけ。もういいんだ水原。さよなら。俺がどんだけマミちゃん好きだったとか、振られてどんだけ苦しんだかとか、お前知ってんのかよ。ごめんな水原、本当何なんだろう俺。待って。ん？待ってください、まだ話は終わってない。ちゃんと考えてください。和也さんのこと、レンタル彼女やってると分かるんです。人の恋心はすごく尊いものだって。誰かをちゃんと好きになるって実は難しいことなんだって。あなたは和也さんの気持ちに本気で向き合ったことがありますか？彼の恋心を真剣に受け止めようとしたことはありますか？この人が私を一生幸せにしてくれる人かもしれないって考えたことはありますか？私とカズ君の問題でしょ。